じゃあ今日は黙示録3の黙示録3の1から6節までを読みます。ヨハネの黙示録3の1から6まで。開けましたか？どうぞ。サルディスにある教会の天使にこう書き送れ。神の七つの霊と七つの星とを手に持っている方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいる。目を覚ませ。死にかけている残りの者たちを強めよ。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。だからどのように受け、また聞いたか思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。私がいつあなたとのところへ行くか、あなたには決して分からない。しかし、サルディスには、少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て、私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。耳ある者は聖霊が諸教会に告げることを聞くがよい。アーメン。じゃあ祈りましょう。今も生きておられる主なる神様、今日もあなたが天下の人間のために許された唯一の神の名イエスを信じる、そしてことによってあなたの子になる資格が与えられた一人一人が今信仰によって御前に近づいております。必ず信仰によって近づく者には、まず主が生きておられることを信じるようにと、それから主は報いてくださる神であることを信じるようにと、そういう信仰を持って近づく者を主が喜ばれると約束された通りに、すべての子供たちが信仰によって主の前に大胆に近づいては、必ず主の約束の中で備えられた命と祝福をことごとく得ることができますように、正しい信仰に導いてください。主イエスの名でお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今日読んだ聖書の箇所は、終わりの時代にイエス様が来られる前に、例えば今のこの世の教会が聞くべきどの話よりも肝心な話、この6節までの間に簡単な文章でありますが、すごい深刻な話、確かにサルディスというキリスト教の教会であるはずなのに、神の目には生ける神の子供たちが集まる教会の姿として見えない。死んでると、自分たちはサルデスは当時借金、砂の金、借金を採取できる、そして黄金で貨幣を一番初めに作った、そういう 今の感覚で言うと経済的に豊かなところです。豊かなところで三面が海、川に囲まれているから敵からの攻撃からも安全だし、金はあふれるし、ただ安全だし豊かだ。どこよりも自分たちは生きてると
立ってると思ってるはずのところに向かって主は、あなたとは死んでると、生きてるとは名ばかりだと、こういう警告を下していながら、私が盗み人のように突然あなた方のところに行くと、目を覚ましていないと大変なことが起きるというふうに警告しています。ハレルヤ。皆さんも個人的に聖霊の声を聞き分けれる人がいて、君はまだ警挙にはまだ合わない、警挙の準備ができてないとか、こういうふうに指摘される人がいるんだけど、全く気づかずに、神が何を言ってるかも気がつかずに生きてる人が多いし、まだ警告を受けて気がついていながらも聞かない人も多いし、本当に世にある教会が神の前にどういうふうに判断されるか、最近の世の中の教会のやってることを見ると、嘆かずには語れないようなことを今神の前でやってるということ。皆さん、教会に向かって神様が、イエス様が死んで命の地を流してから、その結果として与えた救い主の名を信じるという、教会に向かって神様が、あなた方は死んでるという判断基準をどういう観点からそう判断されたかという基準が今日ここに明確に出てるんだけど、あなた方の行いが、あなた方の行いが死んでる。皆さん、最近世の中の教会が信仰義人といって、信じれば救われるというカルバンの教理をそのまま引用し続けて、それは正しいけど、その信じるということの概念が未だに分かってなくて、ただ告白して心でそう思っていればそれが信じることだと思っている。しかし聖書は初めから終わりまで、創世記から啓示録まで、信仰とは行いがないと死んだものだと言っている。アダムとエヴァが神の掟を、命令を最初どう受けたんですか。その中のどの木からも任意で自由に取って食べてもいい。しかし、園の中央にある善悪の木の木を知る実からは決して取って食べてはならないと禁じまして、取って食べたらどうなるのか、必ず死んでしまうとおっしゃったんです。それを彼らは守っていたので、サタンに騙されて、ある時点で取って食べたんだけど、ただおいしくいただけただけなの。アダムより一歩先にエヴァが取って食べて、誘惑の待ち受けたのはエヴァだから、エヴァが取って食べてみたらおいしかったから、旦那にも勧めたら二人が共においしくいただいた。おいしく食べれただけで、 お互いに死んでないよ。死んでない。しかしその結果、二人の運命がどうなったか、死ぬという概念が二人にはまだ理解されてなかった。神が必ず死んでしまうとおっしゃったときに、死ぬということは何であるか、見たこと聞いたは初めて聞いたからよ。死ぬとは聞いてんだけども、死ぬという意味が何なのか分からなかった。取って食べても自分たちはまだなお生きてるから、いや、美味しくいただいた記憶しかないの。なのに神から見たら死んでるんだよ。これが何なのか、これが今のキリスト教の教会の中でもこの意味が分かってないの。この意味が分かってないから、神が死んだという基準と、自分たちがもう美味しく今元気じゃないか、立ってるじゃないかという、こういう基準とかいつも食い違ってる。なんでこれが何千年も立ってても分かんないのか。まずはサタンが働いて惑わしているからだし、
それから指導者たちがまずサタンに騙されて正しい解釈ができてないまま喋ってるから勝手に。だから何十年信仰しても騙されっぱなしで、実に神様によって生きる勝利を体験するとは難しい理由が今日今日もここにあるの。指導者が間違ったことを教えてるの。語っちゃいけないことを語ってるの。日本人の皆さんよく聞きなさいよ。もう韓国も日本もない、世界中そうだけど、最近は主に呼ばれたものが聖霊によってちゃんと準備ができた人が、聖霊によって生きる人がしもべなんじゃなくて、全部何々進学校、何々進学校、進学校の学者たちが教える教えに従って、そこで見習ったことを牧師になって教えるから、みんなが学者水準に戻ってるの。聖霊水準で見習って教えるべきなのが、学者水準で教わって見習った通りのことをただ喋る教えるだけなんだから、水準がみんな人間に戻ったの。神じゃなくて聖じゃなくて人間に、神学者に戻ってる信仰が、教会が。ですから初め人間に命じた言葉の必ず死んでしまうと、必ず死んでしまうという言葉の意味が未だに分かってないの。未だに今日の話が理解できない人は理解できるまで祈って、説教の後からも。そうじゃないと皆さんの運命がめちゃめちゃにサタンに踏みにじられても気がつかないまま滅びに向かっていく恐れがあろうと、今はっきり心に留めて、今日の説教が皆さんの運命を左右する基準となるまで悟りを得ようと頑張らないといけない、頑張らないと。のんきすぎる、あなたは間に合ってないと、あなたは謙虚の準備ができないと、あなたは死んでると主がいくら言ってものんきすぎる、びくともしないの。恐れかしこむべき神の言葉に、命すら投げながら従うべき神の言葉に反応しない、反応しない、大胆すぎる。投げるなら投げなさいと、火の中で入ったって、まあ、サウナ好きだから、サウナ好きだから火の中に投げ込まれていいじゃないの、こう思ってるんじゃないの。じゃあ今日の話をよく聞いて、皆さんの信仰のその土台と柱をちゃんと立ててほしいの。アーメン。じゃあみんな一緒に、生きてるものと信じるものの基準は何なんでしょう。隣に聞いてみて、おい、あんた生きてるの。みんな生きてると答えるはずだよ。でも神様おっしゃるんだよ、生きてなんかないんだよ、死んでるんだ。なぜ、あなたの行いが生きてるか死んでるかの基準だって。アダムとエバは善悪の木の実を破って食べるなを破って食べたの。起きて命令破って食べたにもかかわらず体が生きてる、逆においしい、お腹いっぱいな、気持ちよくなったの。自分たちがその瞬間死んだということに気がつかなくなったの。神がおっしゃったの、この二人が善悪の木の実を取って食べて、我々の神、三位一体の神の一人のように善と悪を知るものとなってしまったんだ。運命が変わったんだ。運命がイエスのように一度死なねばならない運命になった、こういう意味なの。ハレルヤ。まずそのためにそういう運命になったのに、必ず死んでしまう運命になったのに、命の木の実まで取って食べて、死ぬ運命のまま命の木の実まで取って食べたら永遠に死ぬ運命が確定されてしまうから、命の木の実を取って食べて死ぬ運命が確定される前にまず追い出そう、エデンの園から。それが神の恵みの中だけど、まだなんで永遠に捨てないためによ、一時的に捨てて、あとはまだ救うチャンスを与えるためにまず追い出したの。それは広範囲で言うと恵みだけど、アダムとエバの運命はどうなった。エデンの園から神と共に生きる環境から追い出されて、神と共に生きられない環境に追い出されたの。これが死なの、これが死。
御言葉を破った結果、神の園から追い出されたの、必ず死んでしまったという警告がどういう形で実現したのか、神の園から追い出されて、神が彼らとインマニュエルができなくなったの、神が彼らと共にすることができなくなったの、これが死んでしまうという言葉の確証なの、確証。死んでしまうと聞いててもピンとこない、見たことないから、その死んでしまうという言葉がどう実現したのか、エデンの園から追い出されることで死んでしまうという言葉が実現したことが確認できた。すなわち死ぬということは神と共にいられなくなることは死ぬことなの。アーメンです。神と共にいられなくなるは死ぬことだけど、神を信じないとまず死んだ状態なの。神を信じない人は生きていても死んだ状態。アーメン。で、神を信じても、信じるにもかかわらず神様を共にされないと、また死んだ状態なの。アーメンです。今日のサルデス教会は、神のキリストの教会なの。教会なんだけども、神が死んでると言ったときには、彼らが、神が認める行いを見せて、神と共にする信仰に立ってないから、神が共にできないから、行いが間違ってるから、神が共にできないの。だから彼らは信じると主の皆を呼んでるんだけども、相変わらず神が見たら死んだ状態なんだということを、これを皆さん悟らないと、今後の信仰生活が正しくできないの。これを悟らないと。ハレルヤ。生きてるとは何だ、生きてるとは。神と共にいることが生きてることなの。死んでるは神と共にいない状態が死んでることなの。ハレルヤ。だから聖書は言ってる、マタイ7の21から23の間で、主よ主よ主よと、主の皆を呼ぶ者が皆神の国に入るわけではない。聖書はこう言ってるの、主の皆を呼ぶ者はみんな天の御国に入らないと言ってる。しかし今日の教会はイエスを一度信じると告白すれば天に入るのはもう確定できたと言ってる。じゃあイエス様が間違ってるですか、世の教会の牧師たちの説教が間違ってるですか。皆さん考えてくださいよ。イエス様の説教が過激ですか、厳しすぎるんですか、世の中の牧師たちの説教が愛にあふれますか。どうしてもいい、どうでもいいと言うから、信じるとここが来たならば、もう救いは得てるよ。あとは行いは報いだ、報い。こういうふうに真理が一割に変わっているのところに、皆がアーメン、アーメンと言ってる。なんで教会に集まるの、そんな一割にアーメン、アーメンというならば、なんで教会に集まるの。教会は神の言葉にアーメンと言って従うために、そして命を得るために、すなわち神と共に永遠に共にいるために教会に来る。アーメン。マタイの7章では、主の皆ただ信じると告白した段階じゃない、聖霊の力まで受けて奇跡も行って、予言もして、悪霊も追い出して、病気も癒したり、いろいろ人間にはできない、聖霊様にしかできないことをたくさん行ったしもべたちも、まだ罪がある場合は、罪があるままでは神の国に入れないと、イエス様が彼らを全然知らないと。いつあなたが主の皆を呼んだの、いつあなたが奇跡を行ったの、いつあなたが聖霊の力で生きたの、そんな、それを見た覚えがないって、イエス様が。これだけの人にもイエス様が、不法者は知らないと。神の御国で門前払いしてしまうのに、主の皆を呼んで自分勝手に生きたい人がみんな天に入れるという話が、どうして説教として世に出回るの。皆さん、今日言いましたよ、目を覚ましなさい。目を開いてても見えないあなた、目を覚ましなさい。耳があっても聞こえない、聖霊の声なんか聞いた覚えがない人、いや聞いても従わない人、耳があっても聞こえない人、深刻すぎじゃない。皆さん、今この場に地割れが起きて、地震が起きて、この建物ごと飲み込まれてしまう時に救われる地震ありますか。皆さん、神が共にいる人は救われます。その中でも
しかしけれどもいくら主の名を呼んだり奇跡まで行ったとしましても罪があって主が助けることができない人は罪によって神様との間が遮られている人は助かる見込みはありません。教会は人間のピジレイク、人間の口から出るピジレイク、耳障りのいい言葉によって慰めを受けるための風俗じゃないの。教会は霊魂においての永遠に神と共にいられなかった状態から救い出されて神と共に永遠にいられ、何があっても神によって生きれる、こういう信仰を学ぶために教会は来るべきだと、来るどころであること。教会では人間のパフォーマンスが、人間の言葉が、知恵が、知識が、力が教会で紹介されると、もはや神の教会としてはふさわしくなくなることを今はっきり認めて信じますように、主イエスの皆で祝福いたします。教会来たら何あれ飲むと体にいいわよ、うちの教会では許しません。あの病院が行くよ、いいよ、日曜日その病院の前にいて礼拝しなさい。何やってるの、何よ、神学生たち口に見張りを置いておはよう。皆さんがそういう言葉を口にするときに主が嘆いておられる。神学校通わないで自分で教会作ってサタンの手先として生きればいいの。そんな気持ちを捨てたくない人は、意味が見えますか。自分の命も人の命も蝕む話なの、サタンに喜ばれることはもう進めなくてもやります。でも主の霊に喜ばれることはいくら言ってもやらない。なぜなんですか。こういう説教するとまだまだ嫌だという人が必ず出てくるの。もし救われたい気持ちがない人なの。聖書は救われるために、救われるために読むべきだ。アメン。説教は人を救うためにする神の言葉なの。余計なことには関心が多く、いざ罪になる、本当にエキスになる神の言葉、これ以上曲げられない真理の言葉には興味がない。なぜそうなのか、堕落してるからの、感覚がほかえてるから。皆さん、今日読んだ通りに突然来るイエス様の日に備えて、今は敬虚に預かる準備をしないといけない時だろう。敬虚の時期すら、観難の時期すら、その流れ順番すら前後しててめちゃめちゃ、どっちが先か、どっちが先か、もうひっくるめてみんなビビンバ作って混ぜご飯作って聞いてたら、ちんぷんかぷんはあの話をしてる方がこっちに来たり、前後が分かんないから、今は観難の時じゃありませんよ。7年観難はまだまだなの、敬虚の後に来るの。アーメン。666は7年間に入って、7年間に入って3年後に来るの。その話を今やってるから、これ実現しないの。そうするとまだそんな話するのと、まだ教会が迫害を受けるの。実現しない話を先に語って妨害するだけの惑わし。今は敬虚の前の時期なの、最後の仮寝の時期なの、罪から離れて敬虚の準備をすべき最後のチャンスである。神の刻印の時代は7年間に入ってからの話だよ、今じゃなくて。何を言ってんだ、何を、前後がはっきりとしてるのに今やるべきことはやらないで先々のことをやってるから、それが今起きないから、まだ時間だったらまだこれもダメあるだ、教会で言ってるあれ週末論はダメだ、まんなこうなるの、みんな話が。7年間なんか景気より先に来るとは絶対ありませんよ。666が右手か額に打ち込まれるときは絶対に景気の後なの。意味分かります？こう言っても分かんない人はこれが理解できるまで祈りなさい。
祈りなさい。私はこれを皆さんに伝えるときに、修正、訂正いらない真理を伝えるように、そうじゃなければ後から間違った、直して、ならば意味がないからと、祈りに祈ってからそれを水曜日に講義し始めた。もうもちろん牧師たちはみんなそう言うんだよ。牧師たちはみんなそう言うんだけど、見分けなさいよ、見分けなさい。言語、流れを、その意味をはっきり見分けなさい。そして、右往左往しないで、今は、ケーキを準備する時なの。ケーキを準備する時なの。うん、勝手に喋ってることは起きませんよ、絶対に。今は、ケーキを準備する時だから、聖霊の御声を聞けないとは絶対ダメなの。肉の思いを砕けないとは絶対ダメなの。聖霊にとらわれて、他のことを考えないで、罪から離れることばっかり考えればいいの。肉の思いを砕く主に従わせろ、聖霊に。こればっかり考えればいいの。それで多くの人は転倒する、転倒しないクリスチャン、必ず残されます。転倒することを仕事としなさい、仕事。アーメンです。これは聖霊の声なの。聖霊の声、今一番よく聞いているのは何を聞いてる？あなた方は敬虚の時が迫ってるのに、あなたは準備ができてないんだよ。今聖霊が一番語るのがこれなの。666聖霊語ってませんよ。7年間なん語ってませんよ。それはその後だから。それは聖書にある、順番的に。今は聖霊は敬虚を語るの。敬虚に向かって必ず準備ができるように。敬虚が終わったら聖霊は働かないの。7年間が来てるという人々、7年間が来ると天使が刻印を押す時代だから、あとはサタンの刻印を押す時代だから、聖霊はもう働かないの。その時の話を、今聖霊が働いてる時にその時が来たというの。ならば聖霊の刻印を、聖霊の聖印を受けてる私たちと、また天使の刻印を受ける人は別にいるべきだよ。共に。そんなのありませんよ。意味が分かりますか？ちょっと難しいでしょ。大変難しいの。でも言わないと、聞かないと分かんないから、一度言っておくんだけど、こういう話は分かっているのかって話なの。分かってなければ、なおさら、この話を、普通に言ってるこの話が分かってるのか、まだ分かってなければ泣くべきだよ。今、牧師の言葉は難しいとか言わないで、なんで私はこんな話は理解できないの？泣くべきだよ。こういう話を普遍的にやるべき時が今だよ。今、聖霊の時期なの。今は聖霊の働きは終わってない。景気まで今は終わらないの。聖霊がこれだけバリバリ働いているから、景気の準備を本気でやるべきだという話ですよ。アーメンできます？惑わされないで、惑わされないで。景気も起きてないのに、その後の後の話までひっくるめて、だから見えないの。やるべきことは見えないで、とんでもないところに時間全部費やしてよ。やっちゃいけないところに、無駄なところに全部人生流して、やるべき、今この時にやるべきことには気がつかないで生きてる。だからはっきり言います、聖霊の働きは今続いてるし、終わってないから、絶対その日はないの、来ないの。その日、観難666の時代はその後の時代、聖霊の働きは終わっての時代。アーメンできます？ならば今のうちに聖霊に正確に聞くことができる準備をしなさいよ。聖霊は何を今語ってるの？敬虚の準備をしなさい。敬虚に預かる準備をしなさい。準備、それを一番分かりやすく言うと、罪みから離れなさい。不正が、罪みが、汚れがあれば誰でも残される。それで彼らが言ってる7年間に本当に入る。じゃあ救いの条件はイエスを信じると言っただけじゃなくて、罪みから離れることが、罪みから離れることが、信じると言いながら罪みの中に留まっていたらまだ救われませんよ。真実を言ったならば、罪から出てきて主の霊に従って聖なる生活を求めること、これが聖霊の声を聞いて聖霊と共に生きる、神と共にいる生きた人の信仰なの。アメン。主の皆を呼ぶんだけども聖霊に従わず
神と共にインマニュエルができない状態だったら死んでる状態なの。たとえ猿です、教会でも。アメですか。その基準はどこにあった。神に従って行いを見せてるか、行いは見せてないか。これがアダムとエヴァの時から啓示録22章の11、12節で最後にも神がどういう信仰を見てる判断基準を行いの、行いなの。不正を行った者は不正の行いに、義を、正義を行った者には正義を行った、その行いに応じて主が報いてくださる。これは啓示録22章の12節の話なの。アダムとエバも行いによって神から追い出されて死んだものになったし、啓示録の最後でも行いによって神様が報いる。信仰を見ててはまだ皆さん紛れるから、行いを見てとはもう分かりやすく言ったら分かりやすく、信仰を見て報いると言えばまだイエス様信じてた、こんなまだいい加減言うから、行いを見てだよ。信仰とは行いが、従う行いがなければ信仰はその時点で死んだものなの。アーメンですか。ヤコブ2の中級以下で、あなた方は神が唯一だなんてよく信じているんだけども、それぐらいはよ、悪霊どもも信じてるんだよ。それぐらいは悪霊どもも知っていて信じておののいてるんだよ。皆さん、悪霊どもも信じれば救われるべきでしょ。しかし彼らにはチャンスがないの、救われる。なぜ、行いを見せる肉体持ってないから。行いを見せて信仰を証明する肉体持ってないからよ。信じておののいててもダメなの。世に肉体を持って生きてる人間より悪霊どもがもっと信じてるって、神が唯一だと、イエスがその方だと。アーメンですか。しかしけれども行いを見せれないからもうダメなの。生きてるとは名ばかりだと。皆さんが聖霊の声を聞いて神の統治計画に従って生きるときに、神の霊とともに今我々とインマニュエルする神は、イエス様は天の御座におられるし、代わりに聖霊によってインマニュエル、人とともに、信じる者とともにおられるんですよ。なのに聖霊を知らない、求めない、聞いても従わない人が、聖霊とともにいないとか、神とともにいると、インマニュエルできていると思っていればおかしいの。今日聖書はっきり言ったの、聖霊の声を聞くことができないとは勝利できないと。聖霊の声を聞いて従わない人は神と共に、イエスと共に歩くことができないと。白い衣を着ることはできないと。白い衣は何ですか。これは聖徒として正しい行いによって着せられる服が白い衣なの。これも信じるものじゃなくて、聖徒として、信じる者として正しい行いを見て白い衣を着せてはる。信仰の行いが認められた人に着せられる服、礼服が白い服なの。アーメンですか。だから行いが正しくない人が認められるはずがないし、認められない人が白い服を着せてもらうことはできないし、白い服を着せてもらえない人が主と共に歩くことはできないし、神の楽園にいることはできない。信じますか。なんで、神様が何の責任を覚えないの。なんで、死んでるからよ。死んでるから、神と共にいないから、逃げてるから、神を外に出してるから。黙示録3の20節って言った、神様が門の外で残してる。門の外で、おーい、この教会の牧師はいないの、信者はいないの、誰か外にいる聖霊を受け入れる。ラオデキア教会は神様が外でノックしてるの、まだ入れてないの。皆さんはどうですか。いまだに聖霊様が皆さんの人生の外でノックしてますか。
中で皆さんを指導しておられますか。こういうの、こういう知らないでしょ。はっきり言っといて。牧師が言っても聞こえないでしょ。自分でも気がつかないでしょ。それでクリスチャン名乗るでしょ。万が一死んでる状態だと神様に判明されるんだったらどうするんですか。どうするんですかと。今ね、最近コロナの話したくないんだけど、まだしないといけない理由がある。主が今継続的に警告してるんですね。最近コロナが一段なく収まったかのようになったら、いろんな活動が再開されて、韓国も教会に再び集まろうという流れになってるんだけども、でも最近のニュース見たら、まず礼拝を、賛美の礼拝などはもうやめる。で、韓国の教会の特徴であるイエスさんか呼んで、シュヤー、みんなで教会で大声で祈る、こういう、これを通声、声を通して祈ると言って、韓国では通声祈りというんだけども、こういう祈りやめる。賛美もやめる。つばが飛ぶからと言って。蒼天祈祷会などやめる。で、礼拝も、もう集中礼拝とか、ここ基本的な教会以外は全部もう青年部礼拝とか全部やめる。全部今ね、教会の活動をカット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 と、でこれだけ絞って絞って、こういうふうに流れが変わってきて、今こういうところが聖霊に導かれて神と共にいる教会だと思いますか。考えてみてくださいよ。彼らがヘブライ11の6節のように、神に近づく者は信仰によらずには神に喜ばれるができないと。神に近づく者は神がまず生きておられることを信じるべきだし、そして信仰によって近づく者を信仰を見て報いてくださる神であることを信じるべきだと。これが信仰の神が求める基本的な基準なの。何を信じる？みんな一緒に、神が生きておられ約束通りに報いてくださる神だ。これを信じる信仰で神様の前に出てこないと意味がないの。礼拝も祈りも賛美も全ての行いも意味がないの。意味がないとは神様が認めない、関係を結べないの。アメン。で、神を礼拝するとか祈るとか賛美する基本が何だ。主の皆を呼ぶ基本が、主は生きておられることなの。それから報いてくださるの。じゃあこの神は皆さんの力ぐらいですか、全能なる神ですか。全能なる神を信じながら逃げて逃げて逃げて全部カットして、もっと厳しいことが起きるとみんな山の奥に逃げるじゃない、一人一人。今ね、分かりやすく言うと、今こういうことをやってるところはもう教会の看板は下ろすべきだよ。意味分かります？牧師たちをよく聞いて救われたいと思うならば聞いて悟るべきだよ。そういうことを教えながら牧師なのは恥ずかしいことなの、悲しいことなの。生ける神、全能なるに世を作った神、存在しないものを呼び出して存在させる神、死んだものを生き返らせる神が我々の神であること。それでその方は生きておられ、働いておられ、信仰によって近づけば必ず守って助けて約束通りに報いてくださる神様でありますけ。ハレルヤ、アメン。なのに神に近づく礼拝に出てきたら剣になって逆に倒れるとか、病気にかかってもなかった病気にかかるとか、皆さんはっきり言います、こういう信仰がないとは家で休んでてくださいよ。人に迷惑だよ。教会行けば病気にかかるかもしれない、こういう信仰ならば来ないで
家で休んでいなさい。なんで人に迷惑だってば。教会はね、神が生きておられることと、癒してくださる神、報いてくださる神、助けて守って導いてくださる神、救ってくださる神、約束通りに働いておられる神が実際におられることを信じる人が礼拝に来る。そういう信仰なしに集まるから問題が起きるし、そういう信仰はないからやるべきことを全部カットするし、教会の形を作り上げていくだろうで崩して取り壊していくだな。今主イエスおっしゃったんですよ、私が世に来るときに信じるものを見出すだろうか。信じるもの、神の基準で信じるもの、主の皆を呼ぶ者はイエスよイエスよイエスイエスよ、泣く人はいっぱいいると。しかし神が見たときに信じるもの、神の基準に降格できる信じるものがを見出すだろうかとイエス様が言ってる。見出しにくい、ごく少数しかないと。皆さん、はっきり言います、今稽古が起きないように祈ってはいよ。今稽古が起きたらこの中にいる人の多くが残されます。牧師の判断じゃありません、主が見せておったから。皆さん、肉の思いを、罪を離れない人、世に優先的に走る情欲から離れない人、決して結局は無理だと今信じたい人だけ信じて、結局の準備ができる人になりますように、主イエスの皆で祝福いたします。アーメン。教会に来るのは怖い人は教会来ちゃいけません。教会は神を信じる人が来る。で、教会来ると必ず守られ、あった病気までも癒してもらうという信仰なければ家にいなさいってば。アーメンですか。牧師がうるさいと言わないで、思わないで、ちょっと聞いてよ話を。それでこれを悟るべきですよ。教会がサタンに喜ばれるとは率先してやってる。やっちゃいけないことは率先してやってながらやってる。だから神が見たら死んでる死んでる、神が共にできない。聖書は明確に言ってます、命の書から。信仰の行いが正しくない者はついにはついには命の書から名前を消すと。消すと。イエスは主の皆を呼んでいた者も途中から命の書から名前が消されることがあるとイエス様は説教してるのに、世の教会ではこれを説教しないの。一度信じればあとは何をやっても救われるから、安心させてイエス様の説教にいちいち逆らっていながら教会の看板下ろさないね。教会の看板を下ろしてからやればいいよ、思い切りやればいい。なんで猿です教会看板かけてからとんでもないことをするの。看板を下ろしてからさらに勝手なことをすればいいじゃない。猿です、勝手教会、自由教会、空気自由教会だって、自由集会、勝手集会を勝手に名前つけて勝手なことをバンバン喋ればいいじゃないの。皆さん、ハレルヤ、主がおっしゃったの、基準が行いな。今日明確に基準は、いや、聖書始めから終わりまでの基準が、信じるとエデンの園から追い出されたアダムとエバが心から口から神を打ち消して追い出してなんかないの。エデンの中にいる時にも追い出されて神と共にいなくなって死んだ状態になってからも口で心で神を否認してませんよ。ただ掟を破る、行いによって掟を破るという罪を犯した結果が死んだ状態、神と共にいられない状態、エデンの園から追い出されちゃった状態になったということ、これを明確に悟ったよ。これを夢の中でも忘れないように。アーメンですが、神と共にいた人は神、
と共にいられなくなって死んでしまうという言葉の実現はがして地球に追い出されたのは言葉一つ破る行いの罪だったの。行いの罪、行いが信仰を通します、左右してしまう。テトス1の中6節に厳しい言葉があります。口では神を知ってると信じてると公言、公に人の前でも言い表しながら、行い生活においては神を否認している。こういう人は神は忌まわしいものだ、忌まわしいと。忌まわしいものだから、神の良い技に対しては失格者だと。さし神から報いを何かをいただけると思っちゃならないと言っている。神が共にして助けることはできないと話した。何十年信仰しても、何十年信仰しても騙されっぱなしで、病気一つも癒してもらえず、納得できる祝福を与えてもらえず、皆さん、あるところ、もう昔ながらそういうのあったの。病気など、病気などを楽しむて、病気は罪の結果、神によって与えられたもんだから、病気も賜物だって。病気が賜物で、これ中世からこういう学者たちの話がある。病気も賜物だから、罪の結果は神が人間に許したもんだから、賜物だから病気も楽しもうじゃん。隣に声かけてみたら、あんた病気楽しもうよ、言ってみなさいよ。病気も神からの賜物だったって話になります。病気は呪いの結果ですよ。罪の結果、呪いの産物。神がこんなのを人に許しませんよ。神は命と平和と祝福と幸せを用意しています。人が神を離れたから、それは離れた罪の結果なの。通してそれを賜物だと楽しもうじゃないか。病気あっても互いに人間通して慰め合ってね、賜物だから、これがクリスチャンの道なの。これがクリスチャンの道なのよ。目を覚ますべき。皆さんの中にも、どっかでこういう話を聞いた覚えがあるはずなの。どっかで。そういう問題があると、罪が根深く隠れてる証拠なの。だからその病気を、その問題を、その出来事を、そのトラブルを起こしたのは根深く自分も気づいてない特化の罪だから、それを根折り葉折り全部掘り出して根こそぎにして悔い改めてそこから出てくるべきなの。神によってよ。これが信仰なの。神が約束したのはこれなの。苦しめつけ、痛めつけるのが目的ではなく、そういうのがあっても、死に至る病気にかかっていても、ここに来ると治る。こういう神だし、こういう信仰じゃないと、神様と共には無理なの。いつもずれてる、いつもずれてる。勝手な基準作ってよ。ん？何が病気が賜物なの？今この世でもそういう話してるって言えば、今この世で。それにまたみんな、あ、こういうもんかと思って、ん、何も考えないで、アーメン、アーメン。悲しくありません？病気は賜物だから、我慢して乗り越えていこうよ。こういう慰めがいいじゃありませんよ。それはサタンの声だ。引き下がるべきサタンの声なの。悪いけど、問題があれば悪いけど、大変だろうけども、気持ち分かるんだけど、辛いでしょうけど、共に祈って罪を探してみましょう。罪を探して掘り出してみましょう。絞り出して悔い改めましょう。そうすれば主の霊がきっとあなたを癒してくださるんだと。大変でも罪を探して悔い改めて絞り出す、大変だけど、大変だから共に祈るからやりましょう。これが慰めなの。相手は聞きたくないから耳を据えかもしれませんが、なんで俺に罪があるの、善良な日本として日本人として生きてきたんだよ、罪なんか意識がないとは聞きたくないでしょう。
それでもそれを納得させて根本的に問題解決ができるようにしてあげるのは、これが愛であり、これが本当の慰めなの。うん、この輪をここにつけて泣くふりをしないで、偽りの涙も出てこないくせに輪をここにつけて泣くふりをしてこれが慰めなの、これが愛なの。泣いてあげなくてもいいの。冷静になって逆に、何問題があれば共に泣くのは能じゃありませんよ。弱虫のように、なんで泣くの。泣くなら喜びの嬉しきの涙を流しなさいよ。共に悲しむものが愛じゃありませんよ。そんな聖霊を知らない人々の話に騙されないで、問題があれば冷静になって、これから何をどうするべきだろうか、問題はどこにあるか、冷静にならないと慌ててできませんから。それが霊的な人はね、興奮しないの。霊的な人が問題が起きると冷静になるの、落ち着くの。敵が目の前にいるのに興奮して慌てたらどうする。敵が目の前にいたらどうすれば一発で倒せるか、ちゃんとこういうのを考えないと。アーメンできます。一生武術で体鍛えた浜田さんに聞いてみろよ。敵が目の前にいたら慌てて興奮してこんなことやってるの。あるいは冷静になってどうすれば一撃で倒せるか、ちゃんとそれを考えた方がいいのか、聞けば分かるの。聞けばそうでしょ。牧師の前だから奥さんに聞いて、奥さん生まれてこんなの初めてだったって。皆さん糖尿病のために乗ったら悪霊が出てきたんだよ。ん？話ができますか？こういう水準を知らない人と話ができます？ん？霊的な世界の霊の文字も知らない人と話ができますか？神は霊です。神は霊ですよ。神を信じる、神を論じるならば霊的な水準にならないといけないの。世に合わせて、病気に合わせて、医学に合わせて、人の常識に合わせて、どんな話をしたいの今。どんな話がしたいです。それを超えないといけない。我々が信じる神はただの霊じゃない、神なの。神的な領域におられる方だから、ただの悪霊とか天使のレベルじゃなくて、我々は真の神の神的なレベルまで入って、交わりを持ちながら天使たちにも憧れ、天使たちが我々を憧れるの。逆にある美人たちは、ああ天使のように美しいと言われたら喜ぶ、喜んで、天使のように美しいと言われたら喜ぶ。あなた霊的じゃないと。天使のように美しいと言われたら気持ち悪く考えるべきだよ。なんで、身分が上だから、天使よりも。意味が分かった。みなしに、隣に、あなたは天使のようにじゃなく、天使よりも美しい神の子供じゃないか。ハレルヤ。分かった。みんな一緒に、こう見えても天使より美しい神の子供なんだ。アメン。レベルを、自分のレベルをどこで探す。この世の人の話、常識、お医者のおすすめ、そこで探すから、神と共にいられないの。だから神が見たら死んだ状態、死んだ業界なの。アーメン。我々のレベルは神の神的なレベルなの。アーメン。悪霊も霊、天使も霊、サタンも霊だよ。そういうレベルを超えてよ、彼らがついてこれない神のレベル、神的なレベルに我々は入って、こういう話を論じ合うべきなの。アーメンです。これがいける業界、いける信仰。アーメンですか。こういうレベルから離れるのが死んでる状態、死んでる信仰。夜通し祈って教会に来て寝るの。ハレルヤ。信仰生活一生懸命頑張ろうと言われたら嫌になる人、正直に今日悔やってみなさい。意味わかります？
信仰生活は上限なしなの。頑張れば頑張っただけ、頑張っただけ自分に有益なの。神様にすがりつけばすがりつくほど、近づけば近づくほど自分に有益なの。誰にも奪い取られない、本当に永遠なる祝福を神様が備えておられるの。これから EMC は主がおっしゃったの、神が生きておられる、これを伝えなさいって。なんで信じないの、こんな口ではみんな神が、主は生きておられるわ。本当にこれを信じて、本当に神が生きておられると信じるんだったら、神が目に見えるように神を意識しないといけないの。皆さんの肉のこの目に神が、しょっちゅう見えないから、みんな他のところで頑張るけど、神がいつも目に見える。トイレ行ってもそこに見える。寝ていても 見られている。こういう感覚で神を信じると、これから運命が変わります。主がこの春に、この春に、この春におっしゃったの、主は生きておられるという、これを強調しなさいって皆さんに。なんで、本当は意識しないから、意識しないから、ああいうふうに礼拝をやめる、祈祷会やめる、賛美の礼拝やめる、こういう状態になってしまう。神様が今どういう気分で見てるのか。お前らは死にかかってない、死にかかってるんだ。すなわち神から離れ去ろうとするんだ。こういう意味わかります？個人の信仰が、教会が神から離れ去ろうとするの。世俗化、徳のように向かって一生懸命いろいろアイディアを絞ってる。どうすれば俗に、このように流れに合わせて、人に言われないでなんとかなるんじゃない。聖霊がないの、もう聖霊が働かない。すごい深刻に皆さんが個人的にもこれを受け止めて、本当に個人個人が、牧師一人いくら頑張っても意味ないの。皆さん個人個人が聖霊によってずっと肉の思いから、罪から、この世から離れる、神によって生きる信仰に、夜も昼も祈りながら頑張らないといけない。聖霊の力、いくらイエスを求めても、目に、肉の目に見える力が降りてこないから、皆さん心熱く燃えないこともあるんだけど、違う。聖霊を求めておけば、おくほど見えないところで皆さんの霊が清められて、強められて大きくなっていきます。アレルヤ。そして時間が経ったら、しっかりと立ち、何があっても揺れない。で、神優先の、こういう信仰になっていき、謙虚の時にスーッと復活の体に変えられたまま、シューッと空中に引き上げられて、永遠に主と共にパッタリドッキングできて、主と共にいられる命に入ることができます。今はいつ死ぬかも分からない状態、その時になるとずっとも妨害されない神の完全な保護に入るんだけども、その時まではいつ生きてるとは名ばかりで、いつ死んだ信仰に転落するか分からない。今はなんで、サタンが見えないところで襲うからよ。アーメンですか？襲うから、だから心を尽くして一つにしまして、世に絶対いくらおいしそうなものがあっても、時間だってみればこれが腐れよく滅びだろうとは分かります。御心じゃなければ、御心は いくらおいしくても、いくら口紅つけても、いくらハンサムでも、時間だったら、御心じゃなければ、時間だったら全部それが化けるの。ハレルヤ、アーメン。永遠に永遠に神によって、世が滅んでいても神によって守られて、本当に謙虚まで預かる信仰、これからは謙虚を心から抜く人、頭から忘れる人は謙虚されるのは無理なの。寝ても覚めてもその準備をしないと、時間的にもう間に合わないの。泥いから人はいくら言ってもいくら頑張っても時間がかかる、聖なるものになるまでは時間がかかるから、今から本当に頑張ってよ。秘訣は最善を尽くすことの、悔いが残らぬと、サボらないで頑張って最善を尽くせば間に合うんですよ。アーメンです。個人差があるから、力には最善を尽くせば主が認めてはるの。でもサボればダメな、怠ければ、怠けると主がまず怒るんで、
ハレルヤ。じゃあ最後に進みます。主の聖霊の声を聞いて、よっと罪に打ち勝つ人だけが楽園に入る、敬虚に預かることができる。アメン。いくら主の皆を呼んでも罪がある人は主が共にできない。罪ある部分は、逆らった部分は、行いの伴った信仰で従わなかった部分は罪として残るから、悔い改めれば許されますが、気づかずに悔い改めないとそれによって倒れる恐れが多分にあることをはっきり悟って、私は小学生だから、中学生だから、あるいは年寄りだから、こんな概念を捨てて、誰でも自分のために、今から最善を尽くしての主の聖霊に従っていける水準の信仰生活、拍車をかけて、悔いが残らぬ信仰になりますように、イエス・キリストの皆で祝福いたします。アーメン。それでは、イエスを3回呼んで祈ります。イエス3回。イエスユー。